何言ってんのお前みたいな、えなんか酔っ払ってんのって言われて、いやいやほらだってねこれいっぱいあるしなんか一緒にねの方がいいかなと思ったんだけどって言ったら、いやいやないやそうじゃなくて、どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り、皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。チャンネルメンバーシップの方もあります。ぜひご興味ある方よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録、グッドボタン、コメントの方もですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ今回も来てくださいました怪談家アミさんです。お願いいたします。お願いします。お願いします。いやあの今回もね怪談話していただくんですけども、喋ります。ちょっと今回あのこの後ねあの、はい、実はアミさんっていつも怪談すげえ話してくれて、はい、でまあチャンピオンだし怪談のイメージあるんですけど、実は意外と、はい、なんで怪談の世界に来たのとか、あまり僕もねあの知らなかったんでちょっと聞いてみたいなと思って、あ、はい、でそれね、はい、やっぱこっちの方で話してもやっぱり怪談ね早く行ってほしいって声もあると思うので、ちょっとその後ですねあのメンバーシップの方の、はいはい、巡り人限定の方でちょっと公開させていただくっていうのを撮りますんでね、はい、あのよかったらねちょっとアミさんのルーツ、あとそのアミさんの怪談に対する思い、今の怪談界に対する、ね、考えとかねちょっといろいろね、はい、深掘りして聞いていきたいと思いますので皆さん合わせてチェックしていただきたいと思います、はい、さあそんなアミさんなんですけども、はい、今年もやるんですね。あはい、怪談の夏フェスホラーテラーフェスティバル今年も開催させていただきます。ありがとうございます。えこれもう夏のね怪談界一のお祭りと言っても過言ではないと思うんですけども、ありがたいですね。あれもう何年目になるんですか。3年目ですかね。あ、はい、総勢何組ぐらいが、いつもだからなんだかんだで 3,40 人が4ステージ同時開催で丸1日どっかのステージで誰か喋ってるっていうのを場所どこでしたっけ。渋谷の OUWEST はじめ、各箇所でやります、はい、これあのでかいねところメイン会場もあるんですけども、はい、なんか別にサブ会場って言っちゃいけないぐらい豪華なステージがもう連続でやってるから、はい、あれねプログラム見てどこ行ったらいいかね、はい、本当迷うんすよ。迷うのもねフェスの醍醐味ですね。いや迷ってほしい。はい、であの私島田秀平もですね今年出させていただきますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。僕も3年連続、はい、本当にありがとうございます、はい、でこれ あれですよね、はい、この方、30歳の男性の方なんですけども、同年代のご友人男性がですね中古の一軒家を購入なさったということで、はい、うわこれはおめでたいなと、であのお祝いがてら遊びに行くことになったんですよ、うん、で中古の一軒家買って奥さんと一緒に住んでるからとよかったら来てよって言われたんで、じゃあこの日行くねっていう感じでお昼過ぎぐらいからちょっと手土産というか何か買い出し行ってそれ持って、実際に言われた住所のところまで行ったんですよね、うん、するとまあパッと行ってここ行ってここ行って、あここだって振ってみるともう立派な2階建ての一軒家なんですよ。確かに築年数は中古なんでねちょっと行ってはいるけども、まあでも綺麗だしいい感じだなというその表札もその人の名字で、おここだここだって見上げると2階の窓からちょっとおばあちゃんが顔出してたんで、おばあちゃんもいるんだな一緒にと思いながらそのまま玄関ピンポンってやるとガラガラって開けて、お入れ入れって話になったんですよ、はい、お邪魔しますって入ると奥さんも迎え入れてくださって、でそのままなんかもうテーブルにすごい料理がいっぱい並びまして、自分もお酒や何やいろいろ買ってきてたん でそれを一緒になんか楽しむみたいな時間が非常に良かったんです、はい、なんか誇らしかったんですよ。まあ言ったら同世代 の自分の仲いい人がこうやってあのご結婚もなさって、でこの城を一個構えてるっていうのが、まあ、すごいことだなって本当に思ったんで、本当にすごいよって話をずっとしてたら、いやいやでもローンで大変だよとか頑張ってんだよみたいな話とかで、まあ、盛り上がるみたいなことがあったんですよ。まあ、確かに築年数外から見たらちょっとねあの古そうには見えたんですけど、中は綺麗にリフォームされててすごい綺麗な家なんで、いや立派なもんだなとかそんな話をずっとしてたんですけど、はい、結構盛り上がってくるとずっとわーわー騒ぐだけじゃなくて多少会話が落ち着いてきたりとか、ちょっとあの静かになる間ができたりとかっていうのが増えてきた頃に、あんたはねそうだよなみたいな、ふーって一息ついたこの間になったタイミングで、自分のこの座ってるリビングのこっち側があの引き戸になってるんですけど、引き戸の向こう側が廊下なんですよ、うん、そっちの方でなんかキーキーキーって足音みたいなの聞こえたんです。ちょうど間になってたんで聞こえて、あっと思って、あそっか上にいらっしゃったのもんなと思って、あそうだあの2階にいらっしゃるのって どっちのお母さんになるのって話をすると、え
って言われたんで、うん、いやほらあのこうやってなんかもうご質問もまだ全然あるし、もしあれだったらなんか一緒にの方がいいんじゃないかなと思ってみたいな話をしてると、いや何言ってんのお前みたいな、えな酔っ払ってんのって言われて、いやいやほらだってねこれいっぱいあるし、なんか一緒にねの方がいいかなと思ったんだけどって言ったら、いやいやないやそうじゃなくてうちに2回ないだろうって、えいやいやほらだからおばあちゃんがほらって、いやだからえ何言って、いやうち2回ないからって言われて、いやいや何言ってんのさっきもほら和尚とかしてって言って、で引き戸があって開けて廊下出たんですよ、あれとで廊下バーって端っこまで行って、あ上り階段ないなと思って、えちょっと待って、そのまま一回家の外出てみたんです、家の外出てくるっと振り返って家パッと見たんですよ、平屋なんです、えと思って中に入ったんですよね、えっつって、あれここ平屋ってなって、いやもう何言ってんの、平屋だよ2階ねえよ何言ってんだよつって、いやいやいやえ俺来た時2階あるように、えなんだお前酔っ払ってんのかよつって、え俺酔っ払ってんの、いやでも来た時飲んでないけどとかってそんな話をしてたんですけども、でも現に階段もないし2階もないし、うわ何え見間違え隣の家とか見たのかなとかって考えてたんですよ、でもう今酔っ払ってるしちょっと正直 おかしいなって思う自分と、どうでもよくもなってる酔っ払ってる自分もいて、まあまあそっかじゃあ見間違えかって結構割とすぐ切り替えちゃったんですね、はい、で、そこそこじゃあいいやいいやと思って、そのままその後も楽しい時間を過ごす、ありがとうなっつって暗くなった頃に帰るんですけども、じゃあねっつってそのまま玄関出る、でそのまま玄関から外に歩いていって、外の道路を歩きながら振り返るとまだ玄関の外で友人がってやってくれてるんですよ、はい、ありがとうなっつってやってくれてるんですけど、その友人の後ろに見える家は平屋なんですよ、うん、やっぱり平屋かと思いながら、まあ、そのままその家を後にしたんですけども、そこからね数ヶ月経った頃その友人からの知らせでちょっとびっくりしたんですけど、奥さんが失踪したと、で全然いなくなってから帰ってこないから警察にも届けた、でがっつり捜査になった、でもおかしいのが奥さんの、スマホとか靴とか全部家の中にあって、もうあのカバンだったり財布だったりも全部家の中にあって、外に出た形跡がないんですよ、だけど奥さんの姿が全く見当たらない、今も失踪してるんですよって言われた時にうわーっと思ったんですけど、ちょっと待って奥さん2階に上がる階段見つけちゃったんじゃないかな、もしそれ上がってたんだとしたら2階って俺と同じように見つけてなんだって上がったら実際に存在してないフロアだからもう戻ってこれないんじゃないかな、あ、そう考えたらあの時見た2階から覗いてたあのおばあさん、あのおばあさんも過去に出れなくなった誰かなんじゃないかな、その家おそらく平屋なんだけど本当に2階あるんだろうなっていう、そんなお話です。ちょっとこれ表現ふさわしくないかもしれませんけど面白い話ですね。すごいな。いや、まあね、奥様がそのまだ見つかってないってことなんで、はい、ちょっとあれなんですけど、はい、ちょっとすごい話ですね。なんかそのいわゆるお化けはとかじゃないんですけど、うわーっていうなんかいわゆるこう異次元異世界のこう扉がみたいな、はい、でね、そのおばあちゃんはもうずっと出られなくってっていう、おばあちゃん一瞬見えちゃってたわけですよね。おそらく、はい、何なんでしょうそのね見えてしまうきっかけっていうのは。うん、はあ、怖。怖いです。よくその神隠しみたいな、うん、そういうゲートが開いてもうね違う世界に行って帰ってこれないみたいな話もよく聞くんですけど、うん、それが家にあるって、うん、そんな身近にあるってなったらめちゃくちゃ怖いですね。ね。あれなんですかね、もしかしたら紐を解くっていうか土地の歴史とか調べるとみたいなことになるんですかね、わかんないんですけど、うん、土地の記憶ね、もともとそこ2階建ての何かがあったのかとか、ただそこに行けちゃうっていうね、はあ、あとほら あれもあるじゃないですか、そこにいる人数が決まってて、あ、人が入ってきたら一番古い人は出られるみたいな、なんかそういうこともあったりしてとかね、はい、でおばあちゃんは逆に出られたのかなとか、うわ、うん、まあもうその中のね時間の流れもわからないんですけども、はい、いやなんかちょっと後引く怖さですね、うん、そうですね、すごいちょっと変わり種だなと思って、
いろんな話持ってますね本当に。なんか楽しいです、いろんな話集めるのやっぱり。いやありがとうございます。あれ、ね、8月28日、はいはい、これはねあのホラーテラーフェスティバルですけど、はい、もうあれお昼からずっとやってるわけじゃないですか。そうですね、夜までずっと丸一日やってますね。阿部さんってもうどんな感じで出るのそこは。もうなんか毎年結構いろんなステージに出まくっちゃってて怒られまして。そうだよね、はい、なんか楽しそうだなと思ったところになんか出ちゃって、はい、自由参加のとか出ちゃってます。そう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 すごいよね、あのフットワークの軽さっていうか。だからあれもなんか一応プログラムでここにはこの人ってなってんだけど、あれほとんどみんな守んないんで、はい、そうみんな好きなんか行きたいとこ行ってますね、はい、もう一度皆さんにじゃあちょっとどんなお祭りかお知らせお願いいたします。はい、ホラーテラーフェスティバル、その日はですね昼から夜まで丸一日4ステージ、ずっとどこかで誰かが喋ってます。そして、怪談プラス催眠術とか怪談プラス手品とか手品やんの。去年に関してはあの怪談プラスマッサージもありましたけど、うん、癒されたいのになんか癒されないみたいななんかね、はい、とかまあいろいろあの階段のいろんな形での楽しみ方みたいなことをあのやれたらと思っております。あとおそらく今年も、オカルトウルトラクイズがあるんじゃないかなと。オカルトウルトラクイズいいっすね。はい、毎回のイタコ28号さんが問題を考えてきてくれるんですけども、はい、渋すぎて誰も分かんないみたいなあったりとかするんですけども、これが楽しいのでぜひ皆さん参加いただければと思います。はい、お願いいたします。8月の28日です、はい、もうチケット絶賛発売中ですからね。はい、概要欄貼っておきます。皆さんぜひチェックのほどよろしくお願いいたします。じゃちょっとこの後すいません、あの、はい、アミさんの歴史を深掘りするっていうやつ、もう何でも聞いてください。チェック取らせていただきますが、ぜひお願いします。はい、こちらはねあのメンバーシップの方で公開になりますんで、よかったらそちらも皆さんよろしくお願いいたします。ということでゲスト怪談家アミさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あのまあ、ホラーテラーフェスティバル、はい、まあ、お祭りなんで、はい、もちろんね本格的な、うん、もうすごい方いっぱいいるんで階段も楽しめるんですけど、うん、もうここでしか楽しめない、はい、階段×何々っていうなんか面白ステージめっちゃ多いんですよね。はい、ありますね。階段の話して×催眠術とかそれはもう催眠術のプロが来てあの話の人たちにかけてくれるんですけど、まあすごいかかる方がいらっしゃって、はい、これ僕あの皆勤賞なんですけども、はい、僕ガチガチにかかってうわーとか言ってる横でですね、はい、弟氏はあの吉田裕貴がめちゃめちゃかかってそうですね、で去年は田中俊之がめちゃめちゃかかるっていうね、はい、田中さんが自分のこと田中って言えなくて、そう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 、はい、あれこれ名前俺何でしたっけ俺何でしたっけみたいな感じの、はい、まあね奇跡のある意味ステージもありますし、はい、あとはもうあれですよ、全国お前だ選手権拍手これはね、はい、あの本当に皆さん見ていただきたいですね、はい、全員階段の中にお前だが入るっていう、はい、誰が一番いいお前だを出したかをチャンピオンを毎年決めてますんで、僕は前回出させていただいて、はい、あのまあ、飛び入りで参加したんですけどもね、はい、その最後のお前だ声張りすぎてあの声飛ばしちゃうっていうその後のステージ声出なくなっちゃうぐらい、ある意味あそこにかけててね。そうなんです。であのトロフィー出るんですよ優勝者には。そうなんです、はい、でみんなあのね優勝の称号欲しくって、まあ全国大会ですから、はい、今年ちょっと僕も狙ってますんでお前だ選手権、はいはい、これも見ていただきたいですね。そんなのがいろいろある中で、去年あの島田さんにここで発案していただいたなんかあのあたかも階段、あたかも階段やったんですね、はいはい、リレーであの繋いでって、4人5人ぐらいで階段をなんか持ち上の句からじゃあどうなるどうなるっていうやつが大爆笑になりまして、昨年大好評となりました。ヤスーさんとかがもう大活躍だったっていう、ヤスーさんとかみんながやったという、今年もあれもやれたら面白いかなと。やっぱりもう怪談師ね、いろんなこうね引き出しありますから、はい、もうねアドリブでこういう話タイトル出たら話始め、はいはい、それにつながる流れ、はい、そしてね、起承転結の転移って最後ね、はい、ケツっていうなんかそういうのを、はい、マジでこうねその場の流れでねこう作って一歩の怪談になっていくっていうね、はい、なんかとても魅力的なイベントだったんですよね。あれやってほしいんですよ、はい、例えばあの怪談師が出てきてで怪談話しますの最後の落ち前で、話を止めて、はい、でこっちにパネラー陣が最後のその落ちもうみんなフリップに書いてこうなんかこうどんどん出していくみたいな。面白いですね、それ、はい、その最後どうなるのかみたいな、はいはい、とかあと箱の中身は何だろうな、いやもうの中が全部呪物っていうやつとか触りたくないです、嫌です、もしくはあの呪物だけ出てきて、はい、みんなでこの呪物はどういう言われがあって何なのかを当てるみたいな
面白いですよ確かに。あとあのほら村上ロックさんが審査委員長になってもらって、はい、あの人ほら、はい、何でも会談するんじゃないですか、はい、だからそのお題があって桃太郎とか、はい、浦島太郎とか、はい、シンデレラでもいいんですけどもそれ引いてそれをいかに怖く話せるか選手権。あ面白いですねやりたいです。そういうのいっぱいやりたいです。なんかね、はい、そうそう、もう怖いだけじゃなくてねもう笑いもたくさんある、はい、本当に楽しいねお祭りがありますんで今年も、